皆さんこんにちは。インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、あるニュース記事ですね、見ていて、ちょっと思ったことがあったので、お話をしたいと思うんですけど、皆さんがですね、人間がですね、新しいことを始めようと思ったことに対してですね、習慣化する成功率は何パーセントかっていう、話がありまして、一般的には 8% から 10% ぐらいらしいんですね。ちょっとその記事を見ていただきたいと思うんですが、ここの記事に書いてあったんですが、一般的には習慣化の成功率は 8% ぐらいって言われてるんですけど、この記事で紹介しているミンチャレというですね、Android アプリがあるんですけど、このアプリを使うと、なんとですね、達成率が 69% もあるという、話が書かれていました。つまり、みんなね、例えばダイエットしようって言ってダイエットできないとか、早起きしようって言って早起きできないとか、なかなか続かないことってあると思うんですね。こういうことに対して、このアプリを使うと 69% が達成しているっていうことが、書かれています。で、ここに、習慣に関する論文によると、人間が新しいことを始めて、それが習慣になる割合は8から10%だと言われているっていうことがね、書かれてるんですね。で、その、習慣化できないのは何でかっていうことについて、今日はですね、私なりに、考えてみたので、皆さんちょっとお聞きいただきたいなと思うんですけど、ちょっとですね、質問をいっぱい投げかけるので、自分なりに当てはめてちょっと考えていただきたいなと思うんですけど、まず一つ目の質問がですね、あなたが、今まで日常生活で習慣化している出来事は何ですか？あなたがもう習慣になっていると思っている出来事は何ですかっていう質問ですね。例えば、どんなのがあるかっていうと、食事を終えたら歯磨きをする、ね日常生活でありますよね。この歯磨きをするっていうことが習慣になっている人は、なんで習慣になっていると思いますか？当然、生まれた時、小さい頃は、歯磨きは習慣になってなかったと思うんですね。で、なんで習慣になってるかって言った答えは簡単ですよね。一つ目の答えは、親に怒られる。親に注意されるからですね。だから、いやいややっていたら、気づいたら、それが習慣になったってことが一つあると思います。そしてもう一つは、自分が虫歯になって嫌な思いをした。だから、やらなきゃいけないなと思って、習慣になっていたという。この二つぐらいだと思うんですね。なので、二番目の質問は、習慣化になり得たのはなぜだと思いますかっていうと、皆さんね、いろんな答えがあると思うんですけど、今のような、痛い目にあった、もしくは、歯磨きしなさい、歯磨きしなさいって言われてたから、実際できるようになったということだと思うんですよね。では、逆に、今までの習慣が、今までね、習慣だった出来事が、それを終えてしまったことはありますかと。例えば、何しましょうかね。歯磨きを毎日、する習慣があったのに、それが、習慣が、いつの間にかね、やめてしまったのはなぜかっていうことなんですね。これは、同じ考えていくと、同じように出ますよね。つまり、歯磨きを しないと歯が痛くなるっていうことなんだけど、ずーっとやってると、虫歯にならないわけですよね。虫歯にならないから、虫歯の痛さっていうことを忘れてしまって、まあ今日ぐらいいいや、今日ぐらいいいやと思ってたら、それがダメになった。歯磨きの習慣がなくなったとか。例えば、今まではずっと一緒だったんだけど、一人暮らしを始めて、親に注意されなくなったから、終えてしまった。このような外的な要因によって、皆さんのですね、習慣というのは、変わることもありますよね。もしくは、過去の痛い思い出が、いわゆる、物理的な問題だったりとか、時間的な問題だったりということで、終えてしまうということがあると思います。このようにですね、習慣というのは、決して、ずっと続くものではなくて、終わることがあるわけですね。というのも分かっていただいたと思うんですね。では次の質問です。あなたは勉強が好きでしたか？で、勉強するのは辛かったですか？
多くの方は、勉強するのは嫌いだったと思いますし、勉強して、ね、机に座っておくっていうのは辛かったと思います。で、それがもし、勉強することが苦でなかったとしたら、それは何でですかということですね。この、みんなが嫌だと思っていることを嫌だと思わないでやっていた人は、なんでそれができるんだっていうことなんですよね。つまりこれは、親に怒られるからとか、そういうことではなくて、自分が、例えば、なんかしたいとかね、どこどこ大学に受かりたいとか、例えば100点を取りたいとか、何かそういうものが、なんか自分の強い、意志があったりとか、もしくは、勉強が面白かったから、どんどんやっていったとか、いろんな理由があると思います。この内面的な要素で、そういうことってあると思います。では、今度次の質問ですけど、今ビジネスにおいて、商売においてですね、習慣化している出来事は何ですか？これ大事な質問なんですけど、例えば、何でしょうかね、名刺交換をしたら、その名刺交換した名刺を必ず名刺フォルダーに入れるとかね、なんか、わかんないけど、名刺交換したら必ずその人にハガキを書くとか、何か皆さんの中で、社会人になったことによって新しく習慣になったことっていうのがあると思いますけど、じゃあそれはなぜ定着したんでしょうかっていうことですね。で、何を言いたいかっていうと、結局例えば、YouTube に動画を撮りなさいとかね、Facebook に毎日投稿しなさいとか、毎日ブログを書きなさいとか、毎日こんなことしなさいとか、こんなことしたら必ず売り上がるからこんなことしなさいとかっていうふうに言うのに、結局ですね、ほとんどの方が、習慣にならないんですよね。継続ができないんですよね。で、継続ができない理由は何だということなんですよ。で、よく、ね、いろんな理由がある、言うと思うんですけど、今のような日常生活の話と、実際に続いていることと続かなかったこと、そして仕事の上で続いていることと続かなかったこと、じゃあ勉強は続いたのか続かなかったのかっていうふうに考えたときに、実は勉強を、やっていた方で、まあそれなりの、まあなんていうんですかね、あまり言い方変ですけど、高学歴な方を、ここに行けた方っていうのは、実はコツ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 何かを続けるっていうことが、そもそも、自分の中の、ポテンシャルとして持ってる方なんですね。こういう方っていうのは、当然、社会人になった時にも、コツ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 何かを続けるとか、コツコツ勉強を続ける。当然、社会人になっても、勉強しなきゃいけないことはいっぱいあります。そういうことに関して、前向きで、苦にならないから、ビジネスがうまくいったりすることはあります。こういう要素って結構大切です。これ性格ってなかなか変わらないんですね。で、このようなので今そういう質問をしました。ではですね、皆さんがこれからのビジネスで習慣にしたい出来事は何ですかと。例えばさっき言ったように、これからは毎日、Facebook で、おはようございますって朝の投稿するとかですね、YouTube に動画を撮るとか、毎日ブログを書くとか、例えば、毎日一人、ハガキを書くとか、何か皆さんが、習慣化したいなと思っていることがあったとしたら、それをね、ぜひ書いていただきたいんですね。で、その新しい出来事を習慣化する上で何が必要だと思いますか？ここの、要素がないと、実際に決めたとしても、絶対に人々は習慣になりません。人々は忘れます。人々はやらなくなります。なので、この話をちょっとこの後したいと思うんですけど、で、先にですね、ちょっと僕が作ったマトリックスの方を見ていただきたいんですが、こちらをご覧ください。はい、ここにありますようにですね、まあ内面、外面、そして自分、外部っていうふうに書きましたが、4つマトリックスを作っていましたが、上の内面ですね。上二つに関しては、まあ、心の問題というか精神的な問題のことですね。で、下の二つっていうのは、実際の行動のことです。行動を起こすために必要な要素って言ってですね。この新しいことを始めるのを習慣化するときに必要な要素四つあります。で、実はこの四つあるんですけど、最も大事なのが、右上の自分の内面なん
ですよ。で、例えば、自分の恨みとか悔しさ、昔いじめられたとか、こんな嫌な思いをしたとか、見返してやるぞとか、まあ、ストイックな性格とか、もしくはすごい自分が認められたいっていう欲求が強いとかね。こういう内面的なものを、しかもそれが、どん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 湧き出るようなものを持っている方ですね。ずっといつまでも根に持っているとか、ずっとこうしたいっていう気持ちが強いとかっていうもの。これ常にこれが原動力なんで、これが誰から何も言われなくても、どん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 湧き出るように出ている方、もしくは性格的な、ストイックな性格みたいなものがある方っていうのは、これがある限りは、実は習慣化しやすいんですね。これが内面です。で、内面に対して、今度は、外部の内面っていうのがあるんですけど、いわゆるメンターっていう言葉ありますね。その自分の精神的に支えてくれる人、引っ張っててくれる人、みたいなものとか、それはもしかしたら宗教かもしれないし、家族とか、友達かもしれない。その人たちが、皆さんが習慣化するために継続して頑張っていることを応援してくれたり、支えてくれたり、陰で見守ってくれたりするから、頑張って習慣化する。その人たちが言ってくれるから、この人たちは、まあ、なんていうんですかね、お金のならない、お金のならない、お金にならない、ことを、言ってくださるような方々のおかげで、もしくは自分がその人に対して思いがあることによって、習慣化するっていうのが、左上です。で、今度、右下って何かっていうと、自分が実際に行動に起こすときに必要なものとして、例えば、手帳に、書く。必ず毎日見るカレンダー、もしくは机の上とか、絶対に忘れないとこに習慣しなきゃいけないことを紙に書いて忘れないとこに貼っておく。トゥードリストを作る。そして今回やってるのはスマホアプリみたいなもので、管理してもらうっていうものなんかが、自分の外的に自分が作業することによって習慣化するのをお手伝いしてもらうようなことになるんですけど、ただこれも、結局それをするのは自分なので、結局その内面的に持っているものが湧き出てこないと、手帳に書こうとかね、思わなければ忘れるし、トゥードリストもあるだけでチェックとかしていかなければ意味はないし、ということで習慣化にならないわけですね。なので、この右上の部分がすごい重要なんですけど、一方で左下、外面のことなんだけど外部にあることということで、ここにコンサルタントって書きましたが、コンサルタントの結構大きい仕事に、ただ言えばいいんじゃないんですね。あんたこうしなさいとか、これこれいついつまでやってきなさいって言ったりとかすることが仕事じゃなくて、コンサルタントの仕事は、その人に、その気になってもらって、継続的に習慣になるようなことをアドバイスしてあげることが仕事なんですね。自分がやってるんであれば、ここにその人に書いてる外注業者なので、自分がやるんではなくて、お客さんがやり続けてくれないと、売り上げは上がらないわけだし、習慣化していかないし、継続しないわけですよね。そのようなこともコンサルタントの仕事です。一方で外注業者っていうのは、当然自分がやりたくないっていうことを習慣化したいからがために外部に出すっていうことなんですよね。で、自分ができないんだったら外部に出すしかないです。で、その外部に出した人が、習慣化してくれないと、ちゃんとやってくれないと習慣化ならないんだけど、外部業者に任せるっていうこともあります。そして、取引業者っていうのは、皆さんと関係がある会社さんが皆さんにチク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 、これこれまだやってないんですか？やりましたか？みたいなことを言ってくれれば、そしたらもしかしたらね、続くかもしれないねっていうことですね。このまあ4つの要素っていうのを考えながら、皆さんはどういう組み合わせにしたら習慣化できるかっていうことを考えてみるといいかなと思います。で、最後にですね、言いたかったのは、この最後の2つなんですけど、現にですね、黒字化している会社、成功している会社は、日本に何割ありますかって言ったら、これ1割ないんですよね。ほとんど赤字企業なんですよね。そして、セミナーを聞いて、実際に実践している企業何割あるかって、これも1割ないんですよね。結局、継続して習慣化できた会社が成功してるし、うまくいってるんじゃないか、とも言えるわけです。なので、そのぐらいこの習慣化することが大事だから、コンサルタントも必要だということですね。ぜひ検討してみてください。
インスパイアのクタでした。ありがとうございました。バイバイ。